皆さんこんにちは。今日は2月に単独無寄港無補給の世界一周ヨットレースバンデグローブを完走されましたヘリー・ハンセンアスリートの白石康次郎選手をお招きしてトークショーをお届けします。白石さん、よろしくお願いします。お願いします。まずはバンデグローブのフィニッシュ、おめでとうございます。どうもありがとうございました。本当皆さんのおかげで、ちょっとね、いろいろあってフィニッシュできるとは思ってなくて、はい、今回フィニッシュできて本当嬉しいです。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。まあ、レースから1ヶ月ほど経ちましたけれども、はい、体調などはいかがですか？いいですよ。まあ、レース終わった後ちょっとやっぱね疲れててね、で船の上歩かないでしょ、はい、で今リハビリでよく鎌倉を散歩して、だいぶ体重もね戻ってきて、今もう本当に問題ないですね。はい。まあ、帰国されてから今日まではどのように過ごされていましたか？まずゴールしたらね、レストランが全部空いてないんですよ。残念だよね。スタートして帰ってきたらちょっとはコロナの状況が良くなるかなと思ったら悪くなってて、結局フィニッシュしてもね、みんなとわーっとお祝いもできないし、でレストランも行けないので、でそのまま帰国して、でなぜかしたら2週間自主隔離があるので、でもう本当に日本帰ってきてもね、あちこち出歩けないし動けない で今やっと解放無罪放免ということで、これからね皆さんの前でいろいろご報告会させていただこうかなと思ってます。今解放された気分、はい、今すごく開放的な気分ですね。そうだそうです、はいはい。ヘリー・ハンセンとの出会いについて教えていただけますか？うん、はい、最初の単独無寄港世界一周終わってから次ねヨットレースを臨むときに、やっぱ日本のトップメーカーっていうのはヘリー・ハンセンなんですよ、ヨットでね。でね、要するにいろいろこう着るものとかサポートしてほしいということで、お願いにね行ったのが出会いですね。で2002年並んだアローの時はね資材を提供してくれて、で嬉しかったのはね、ファイブオーシャンズの時で、シャシ君せっかくだからオリジナルユニフォーム作らないかということで、ヘリハンに提案いただいてね、その時初めてヘリーハンセンでね、もう本当にオーダーメイドでね、作ったの、富山の研究所を使って、まあ素晴らしい出来でしたね。はい。で、まあ、今回の最終形がね、今回ももうオーダーメイドで、はい、チーム全部面倒見てもらって作りました。素晴らしい出来だったね。そうで、ノウハウもね、もうね、ヘリー・ハンセン、今ヘリー・ハンセン・ジャパンですね、もう20年以上付き合って、もうなんていうかな、最初の2002年からずっと積み上げてきたノウハウで、実は僕アドベンチャーレースでノースフェイスにもお付き合いがあってね、今の渡辺社長ですけども、そういうことで僕は海も山もやるので、このゴールドウィンの技術力もう全部投入して、今回バンデグローブ完走して、見事に完走したんですね。だから僕は常にもうゴールドインヘリー・ハンセンと共に切磋琢磨してね、でやっとここまで来てね、まあ、本当にヘリー・ハンセン一同ね、みんな嬉しいですよ。みんな喜んでくれてね、僕も嬉しかったね、これを着てフィニッシュできたのはね、だからそれだけもう長い長い歴史の付き合いかな。本当に強力なサポートあっての感想だったんですね。もちろんです。ヨットマンにとってこのジャケットユニフォームっていうのは命を守るものなのね。普通の競技と違ってすぐ着替えられないし、だって何を積むかっていうの限られてるんだから、ね、だから命を守ってくれるものなんで、ゴールドインスは本当に真剣にね、ヘリハンの人も研究開発して、いかに動きやすくかつ防水かつ命を守るかっていうことをテーマによくやってくれましたね。素晴らしい仕事をしたと思いますよ。はい、でこれは世界に誇れるジャケットです、はい、僕だけですか、オーダーメイド対応してくれたのはね、ゴルニーさんだけなんで、素晴らしい出来と結果だったんじゃないでしょうかね今回は。まあ、ではバンデグローブについてお聞きしていきたいと思います。うん、94日とおよそ21時間半という、はい、まあ、大変過酷なレースを完走されましたけれども、うん、まあ、どのようなことがきっかけでこの過酷なレースに挑むことになったんでしょうか？はい、まあ、世界一周はね、まあ、簡単に言うと子供の頃からの夢かな。僕は鎌倉で育って海時々遊び行った時にね、本当にね、この海の向こうに何があるんだろうって、まあ、好奇心ね、うん、で船で世界一周したいなと思って、
ただ当時はいきなりヨットはね、なかなかあのほらお金持ちのスポーツというイメージあったでしょ、はい、で僕なんか子供の頃はさ、石原裕次郎、加山雄三の世界だからもうしぼじものものがやるようなものじゃないわけで、とにかく船に乗りたくてね。で僕の船のスタートは水産高校のマグロ船だから、ヨットじゃないのね。でそれからスタートして、ちょうどその頃第1回の世界周遊 BOC チャレンジっていうのが行われて、であのその時はクラス1でフィリップ・ジャントとして優勝してる、フランス人が。でクラス2ってね、日本人が優勝したの、多田裕子さんっていう人で、その人に憧れて弟子入りして、でその後フランス人が2連覇してね、でバンデグローブ作ろうということ でこのバンデグローブっていうのはあのレースができる前から知ってたのね。であのあれ、ね、確かね、うちの師匠の船の中でうちの師匠が図面見てるわけで、多田さんこれ何ですかって、あの、ね、こうちゃんね、次バンデグローブっていうレースができるんだと。でこれにあのフィリップちゃんとからオファーがかかったんだよっていうことで、今度は無機構であると。まあ高校生だったかな、すごいですねと、無機構の世界種なんだと。でそっからがスタートです。もうレース前、スタート前から、いや俺将来ねこのバンデグローブ出てみたいなって思ったのがスタートだから、もう30年以上前の話で、うん、そんなきっかけでしたね。じゃあバンデグローブが始まる前からそういう思いがあったんですね。ありました。でど、うん、まあどうせやんだったら世界一のヨットレース出たいと、その時まだ僕世界一周する前ですよ、出たいなと思ってましたね。そう、まあ、若かりし頃ね、うん、じゃあ本当に30年のこう思いが叶って2016年の初めての出場につながったんですね、うんうん、そうですね、本当30年以上かかって、前回ね、日本人というアジア人初出場をして、まあ、残念ながらマスト壊れてリタイアしたんだけど、今回は、初完走ということで、本当だから長い長い旅でしたね、その前回の時の思い出を少し伺ってもいいですか。うん、前回、はい、前回はねとにかく出場したくて、でファイブオーシャンズからあの前のレースから10年ぐらいあのなかなかねスポンサー集まらなかったんですよ。であの実はほら震災もあったりしてね、思うようにヨットレースができなくて、で2016年の時にやっとスポンサーがね集まって、本当小さな小さなチームでした。でフランスでチーム作って初出場した時嬉しかったのはね、あのバンデグローブの魅力ってスタートなんですよ。スタートにこう街に 何十万人来て、でもう人がバーッと迎えられて出るのを見ててね、いつかあのスタートラインに立ってみたいっていうのがあって、それが叶ってね、本当あのスタートは素晴らしかったね、うん、あれができただけでもね、あの前回良かった。本当はね完走したかったんだけど難しかったですね、完走までは。でもスタートできてよかったですね、前回は。まあ、4年越しで再挑戦となったわけですけれども、はい、まあ、コロナの影響によって、うん、その前の大会とはやはりかなり異なった空気感だったと思うんですが、うんうん、まあ、そのあたりに対していかがですか。まあ、確かに前回みたいに、ね、人がいっぱい街中応援されて出るというのはできなかったけど、僕ねあのバンデの主催者にも行ったんだけど、ね、あのやっただけ立派でしたね。みんな中止中止でしょ。でその中で あれは実はあのバンデ県の主催なんですよ。そうだから一、ね、民間業者だったら逆にやりやすいんだけど、県が主催、市が関わってるから、なかなかコロナ渦の中で何万人も来るイベントを開催するっていう判断難しかったと思うのね。でも勇気を持って、このバンデグローブを開催したことはね、本当に素晴らしいと思ってます。で僕たちもそれでスタートできたしね、まあ、確かにねちょっと寂しいスタートだったんだけども、でも今 YouTube 時代になったんだよね。 SNS で出せる時代になったから、見る人数はあんま変わらない、もっと増えたんじゃないかな逆に。だからちょっと特別な今年は大会になりましたね、スタートはね。まあ、逆にコロナだったからこそ、うん、まあ、そういう SNS で世界の人に見ていただけたっていうところもあるかもしれません、うん、そうですね。スタートはずいぶんだって携帯で見れる時代になったからね、あんな多くのメッセージもいただきましたね、はい。まあ、そんな中、まあ、バンデグローブ再挑戦でスタートされて、まあ、出航6日目でメインセールがこう破損してしまうっていう本当に大きなトラブルがありましたけれども、うんうん、まあ、どうやってこの試練
乗り越えたんでしょうか。そう、それはね、今回は新艇が8艇出たんだけど、みんな整備不足なんですよ。結局スタート前に2レースアメリカの往復あるんだけど、それが全部キャンセルになっちゃって、結局ね、スタート前にね、1レースしか、10日間のレースしかできなかったの。だから新艇組は整備不足だから、今回中古艇が初めて買ったんですよ。だからこう整備できてない新艇対よく整備できてる中古艇の戦いだったんです。だからもう拮抗したんだよね、珍しいレースになって。そうで、まあ、僕は初めて新艇を持って大きなチームを作ってでスタートしたんだけど、6日目で、まあ、まさかのね、前回マストが折れたでしょ、今回はメインセールが真っ二つに割れて、いやーもうあれはね、もうショックだったっていうか、もう なんていうか呆然としましたね。正直こう、うん、心が折れそうになった瞬間っていうのはありましたか。折れましたね。折れましたか。ズタズタです。メインセールとともにズタズタで、でなんていうかな、あれね、専門家が見れば見るほどもう無理なんですよ。だからもうほとんどの人9割がリタイアで、主催者もうちの関係者もあれで完走できると思った人は一人もいない、僕含めてです。白石さんも完走できないって、うん、そう思ってました。冷静に考えたら完走できないです。それが正常な反応ですね。そうで、まあ、僕もあれやった、真っ二つになった時はもう終わったと思いましたね。そこからしっかり心折れてますから安心してください。そこからどうやって立て直していったんですか。その心もそうですけれど、船の方も、まあ、セールは真っ二つになったんだけど、ちょっとね、諦めるには早かったんだよね。でなぜかって言ったら、船体の方は、ね、異常ないんですよ。だから沈むことはないよね。でマストもしっかり立ってるから、まあ、セールが真っ二つに割れて、ただ命に別状ないんですよ。それが今回の特徴なのね。で前回マスト折れたらもうこれは危険度が増すんでリタイアするしかないんだけど、で今回の場合はもうやっちゃったと。でこれでもうレースは終わったと。でも、まあ、命に別状ないし、まだ諦めるには早いからね、よしじゃあちょっと直してみますかということで、それからチームと相談して、あの真っ二つになったセールをとりあえず直すかということで直し始めたんですね。直すって言っても船の上で直すわけですよね。ものすごく難しいです。僕らは無機構なんですね。で、まあ、スタートして6日なんで、例えば舵を壊したチームは早く帰って10日間ゲート空いてるんです。スタートが10日以内に帰って直して出れば問題ないんですね。で僕の場合はセールを切っちゃったもんで戻れないんです、セールがないから。そうだから沖で直すしかないし、真っ二つにセールが壊れる前提で装備品を積んでないですから、今あるだ宇宙船としてです。あ、本当アポロ13号の映画みたいに、この装備品でどうやって直そうかと。でしかもこれから世界一周ですよ。そうですよね、始まったばかりですよね。そう、スタート切ったばっかりで完全に整備できた船でも難しい世界一周をボロボロの状態でどうやって世界一周しようかからがスタートですね。じゃあ本当にもう大工さんのようにこう修復を船の上でされたわけですよ、ね、そうで今ね、みんな勘違いしてるのはセールって縫わないんですよ。今接着剤なんですよ。接着剤で、そうで、セール用の接着剤もちろんないですから、シカフレックスという、まあ、防水用 のよくお風呂の目地なんかやるような強いやつがあるのね。であれでこの材料でこの環境で青空の下直すっていうのは、まあ、至難の技で、だから貼らなきゃいけないからテーブルから作り始めますね。セールの修復の前にテーブルを作る、もちろんです。だから床板外して、でレール折れたバテンっていう棒をね、はい、でレール引いてまずテーブルから作ろうねと。そうでセールをこうどう切ってどう合わせて、最初はね A プランはね一番いい形なんだけど、材料は足りなかったの。接着剤が足りないから A プランを破棄して、で B プランで行こうということで、セールを縮めて修復しようという作戦になって、あと工具もなんていうのかな、カーボンとか全部切ってこの道具を切っぱぐってこれにやろうということで、一から全部セール作り直しましたね。まあ細かいこと言うと大変なんだけど、まあ、大変な作業で、だから6日がかかったからセール直すの。
結構な時間のロスですよね。最初に3日の予定だったけど無理でしたね。で6日直すと次々と抜かれるでしょ、もうビリになるわけですから。でビリになったって抜かせないからね。非常にまあまあまあ辛い辛い、修理と辛いスタートでしたかね。だから心は折れましたよ。折れました。本当に想定外のレース運びになったと思うんですけれども、はい、本当にこうメンタルを保つのが大変だったと思うんですが、どうやって保っていたんですか？でさすがの僕もね、ビリで走るって辛いんですよ。で抜かせる見込みがないでしょ。だからその時やっぱ忍耐と勇気っていうのが必要でね、やっぱあのままねビリ覚悟で再スタートするのアスリートにとっては恥をさらして周回決まって走るようなもんだよね。で、まあ、当初の目的は僕ら完走だから、いくら完走が目的とはいえ、もうビリ決定で走るのは大変あの勇気のいる仕事ですね。でいつ壊れるかわからないメインセールで世界一するのは精神的にも辛いです。で次壊れたらもう直す材料がないんですよね。でいつ壊れるかいつ壊れるかのまま世界一するのはただでだって辛いのに、それは辛いですね。でね、どうしたかっていうと、世界一周はもう全くイメージができませんでした。イメージできなかった。できないですよ。できるわけないじゃん、あんなズタズタなメインセールで、こんなシカフレックスでつけたセールメーカーこんなの無理だって言ってるわけだから。でどうするかっていうと、あの人間ね、イメージできないものってできないんですよ。だからイメージできるものをイメージするんですね。でとりあえず直してメインセール上げようかと。で上がったでしょ、赤道行ってみようかと。でイメージできるものするわけで、足元見んだよね。遠くの目標はもうイメージ霞がかかっちゃって目標が見えないから、もう足元見てね、禅で言うね却下証拠って言うんだけど、足元見るわけで、今度赤道越えたんだよね。お、赤道越えた越えたと。でケープタウン行ってみようかと。でもし壊れたらケープタウンに入港 しようということ で行ったんだよね。お、ケープタウン来た来たと。オーストラリア行ってみようかと。そこまでは納得するんじゃないということでやったら、また今度抜かし出すんだよ。あ、意外といけるねっつって、で、じゃあ次もうケープホーンまで行ってみようよと。で、ケープホーン越えたあたりから、あ、もしかしたらこれ奇跡起きるかもなと、行けるかもしれないということで赤道を越えて、本当にゴール確信したのは10分前かな。10分前だったんですか。で、あの港ヨットってね、港に近づけば近づくほど丘が見えて安心じゃないんですよ。危ないんですよ。で実はあのゴール手前で漁船にぶつけたやつがいたわけ、トップグループでボリスっていうのはね、直前だよ。で確かに漁船多かった。だから僕最後の2日が全く寝てないんです。あの漁船がすごく多くてね。でゴールフィニッシュラインと俺の間に漁船とか一切船がなくなったのが10分前だったの。それまで船が周り行ったわけ、いっぱい。あ、これでやっとフィニッシュできると。10分前かな、確信したのは。それまではじゃあ確信を持てなかった。持てないですね。 いついかなる時に何が起こってもおかしくないレースがバンデグローブですから。だからずっとそういう状態で94日間やりましたね。その不安と、まあ、緊張がずっと続いてたわけですけれども、どんなことが支えになったんですか？支えっていうかね、覚悟だな。覚悟、ね、まあ、まあ、感じた腹が据わってるわけですよ。でまあ、こういうヨットレースに臨むから、いつ死んでもおかしくないわけですよ。だから不安も恐怖もないんだよね。だって死ぬことが怖くないわけだから。そうだから、あの日々1マイル1マイル1秒1秒あのなんていうかな、集中してできたんですよ。であとはもう天に任せるだけだからね。もう人知を尽くして天命待つっていうのはそういうことじゃないかな。そういった、まあ、状況の中で、まあ、船を進めていて、まあ、印象に残った景色であったりとか出来事とか、そういったことはありましたか？実はね、今回一番印象に残ったのはメインセル上がったことね。もう景色とかそういうのはないですね、今回は。残念ながら、もうメインセルがパーッと上がって走れるようになったことが一番あの嬉しかったかな。あとフィニッシュして仲間たちがこう歓迎してくれたことが嬉しかった。フィニッシュできると思ってなかったから、嬉しかったかな、
なかなか綺麗な景色は拝めなかったね今回は。海が厳しかったですか。そうそう、もう海よりもとにかくこのメインセールを持たせて走り切るしかなかったから、まあでも時々でね本当に綺麗な夕日とか星空っていうのはあったんだけど、でもまあまあ今回はね、なかなか船もこう今早くてスプレーがすごくてなかなか景色見れないんだけど、やっぱりね夕日が綺麗かな。夕日といってもこう毎回違うんだよね、同じ夕日ってなくて、だからこう静かな海に沈んでね、こうエンジェルラダーって分かる、こうフレアがパッと刺さる時はね、やっぱり何度見ても綺麗だね。まあ、今回さほらセールがね破れたりして非常に癒されましたね。あとみんなの応援かな、応援は今回ほど力になったことなかったね。そういった苦難を乗り越えて、まあ、アジア人初のゴールという快挙を成し遂げたわけですけれども、ゴールした時ってどんな思いだったんですか。これはね参加したものしかわからないんだよね。で僕の場合はとにかく長かったでしょ、多分参加者の中で一番長い夢を見たんじゃないかな。だからバンデグローブ始まる前だから、だから30年以上かかってフィニッシュしたんだよね。でやっぱみんな仲間がね本当大勢来てくれたの。優勝のヤニックも来てくれたしね、いろんな本当に塗装屋さんもいろんな人が来てくれて、あの瞬間はね本当嬉しかったな。もうほっとしたっていうか、もうすっきりしたっていうかね、30年の思いがやっと晴れて、で今回のねああいうセールでやっとこう解放されて、まあ、解放感があったかもしれないね。気持ちよかったです。その30年の思いが叶って完走して、白石選手の中でこう何か考え方であったり価値観とか変わった部分っていうのはありましたか。何もないです。何もないですか。全くないかな。よくねフランスでもね、今回のバンデグローブで何を学びましたか、どう変わりましたかって言うんだけど、何も変わらなかったね。でうちのおばちゃんが言ってた、え、お前子供の頃から本当変わらないねって、で何言いたいかっていうとね、今回バンデグローブ参加して何が分かったかっていうと、ね、ゴージロそれでいいんだよってことです。人生っていうのは学校のようであるみたいなことよく言う人いるじゃない、学びであると。学びってさ、知らないことを学ぶのが学びじゃない、学校じゃない。僕の場合は確かめるんだよ。確かめる、自分は何者であるかね。だからこれだけのことを耐え切れ、合ってるから耐え切れたね。これ間違ってると苦しいんですよ。で僕子供の頃からね何やってたかというと遊んでたの、遊びが大好き で何やってたかというと今と変わらないです。みんな集めて、まあ、関係とかなんとか生まれ故郷の鎌倉八幡宮で海でみんな集めて楽しく遊んでたわけで、プラモデル好きでね僕子供の頃、だから昔はね軍艦作ってたの、軍艦しかなかったから、わかる、プラモデルって、はい、で外でバーッとみんな集めてわーっともう泥だらけになって遊んで、で家帰ったらずっとプラモデル作ったわけ。今と全く変わんないんだよね。ただ一つ変わったのはおもちゃの大きさが変わっただけ。大きくなりましたね。ね、このね8億円の船を手に入れて何十億のチームを作って世界中を回ったんだね。で鎌倉でだ結局みんなで楽しく遊んでプラモデルが実際のプラモデルになってやっただけで、子どもの頃から今に至って何一つ変わってないんだよね。おもちゃの大きさが変わっただけだからね、長く続けてこれたし楽しくやってこれて、どんな苦しいことにも耐えられたんだよね。合ってるからです。難しく考えないこれ。そんな白石選手が、まあ、若者であったり次の世代の人たちにどんなことを伝えたいですか。何も伝えることもないし何も教えることないな、まあ、だから僕にそうだな、若者たちにできることは場を与えること、そういう場を与えることで、あとは思う存分やればいいよ。であと背中を見せることしかないかな、あとは自分のやり方で各自がやればいい。だからもうそのままでいいし自分のやり方でやってみなということしか伝えられないかな。白石選手の背中を見て何かを感じて自分に生かして、そう
教えられないからね。僕の真似したってダメだよ、うん、そう自分の中で自ら見出していかないと。でなぜかしたらたった一人で世界一周でしょ。いくら SNS があっても最後は自分で決めて、ね、自ら決めて自ら行動して切り抜けなきゃいけないから、僕はその場に行って助けてあげられないからね。だからもう己を尽くすことをこう勉強していかなきゃダメだろうね。白石さんの背中を見て一歩一歩若い人たちも進んでいってくれたらいいです。そう、俺は太陽のように照らすことしかできないから、うん、あとはもう自分で思う存分やりなさいぐらいしか言えないかな。白石選手の今後の夢や目標について教えていただけますか。はい、はい、実はもうレース終わった後ですね、チームオーナー森オーナーとチームで話し合って、次の4年間で3つのテーマが決まってます。DMG 森セーリングチームとして4年後のバンデグローブ、もう一回白石君走ってくれということで、森オーナーの方からご指名がありまして、僕がスキッパーとしてなんと4年後57歳老体に鞭打ってまた参戦します。で次の目標がねちょっと厳しいです。8位内です。トップ8目指せということで、私がスキッパーを務めて、今のところこの同じ船を使ってバンデグローブ2024 8位内を目指すというのが一つ大きな目標ですね。でもう一つは、あの船をなんと日本に持ってきます。で、今準備してますね。夏頃にはセーリングできると思いますので、ヨット文化を日本に広めてください、広めてくださいということが大きなテーマなので、あの DMG グローバルはね、なるべくちょっといろんな港入ってお客様に来ていただいてヨット文化を広めたいというのが一つですね。で最後に3つ目は、若手セーラー若手スキッパーを育てなさいということで、今あのこのいきなりね大きなイモカでは難しいので、ミニ 6.5 というちっちゃい、概要一番、まあミニマムね 6.5 だからすごいちっちゃいミニマムのヨットレースがフランスで盛んです。90艇ぐらい出るので、ちっちゃいボートで大西洋横断レースがあるんだけども、それをチームで、フランスに、2杯で日本に1杯、これを置いて若手セーラーを育てる、あのセーリングプログラムを実施します。で私、まあ、3つですね、僕が8位以内に入ること、そして日本にヨットを広めること、そして若手セーラーを育てるということを4年間2024年まで DMG 森セーリングチームは、これからねやっていきたいと思います。ヘリー・ハンセンとともにまたね新しいこう旅が始まることをね、今考えています。皆さんにぜひ近くで白石選手と世界を回った船見ていただきたいですね。そうですね、ぜひあの皆さんね遠慮なく乗り来て、はい、こう海の思いをね馳せてもらえればいいなと思います。はい、白石選手今日はありがとうございました。